はい、今日は、ブックオフで、DS のソフトを5本買ってきてました。全部で、税込み108円ですね。で、まあ、ブックオフでいろいろ行ってみるとあれですね、各店で特色があるというか安いものがいろいろ違ってるんですけど、今日行ったお店は、DS のソフトが割と安かったですね。で、ドラゴンボール Z 遥かなる悟空伝説、こちら、カードと RPG が融合、超絶システムで大爆投、はあ、300種類以上のカードを駆使しバトルを極めろですって。今だとね、ドラゴンボールヒーローズなのかな、主流はね、はいですね。で、はい、ライブ DES、ハドソンとグリーンということで、これよくわかんないんですよね。未体験と興奮と感動、グリーンが全30曲を熱唱、グリーンが DS でライブだって。ゲームするとライブが見れるのかな。で、ちょっとよくわかんなかったんですけど、これもう知ってる曲ばかりだったんでね、面白そうだなと思って買っております。あとこちら、流星のロックマン、ペガサス。ロックマンシリーズがね、100円とか落ちてるのは割と珍しいかなと思って買っております。天をかける氷の騎士アイスペガサスですって。まあ面白そうだね。はい次、メルヘブン。あったね、メルヘブン、カルデアの悪魔。ちょっと覚えてないですね。安西信行先生原案による完全オリジナルストーリー、壮大な冒険へ旅だと。だってこのカードが同梱されているぞ。何かカードあんの？特になさそう。特典カードなんかはなさそうだね、はい、ちゃんと説明書もありますね。説明書と、ないね、カード、はいですね、はい。次、テレビアニメフェアリーテイル激闘魔導士決戦。フェアリーテールもあんまり見てないからちょっとよくわかんないんですけど、まあ、魔導士たちによる土迫力魔法バトルが、豪華声優陣によるキャラクターボイスでさらに盛り上がる。コンピュータ対戦のほか、ソフト一本で友達とバトル。だって、あ、バトルできんだ、これ。やってみようかな。息子とか娘とかとね。まあ、面白そうですね。はい。という感じで、今日はブックオフで108円で DS ソフト5本買ってきてまいりましたっていう感じです。はい。じゃあ、以上です。